明け行く南国の暁の星夜にビルマの空を遥かに睨む陸の嵐、昭和16年12月23日ランヌーン初空襲の時は来ました。ペナントをすでに我が手にありとはいえ、燃焼輸送路として知られたビルマの首都ランヌーンこそは大西洋にすべらきイギリスがインド防衛の第一線と頼み、明宝大国を脅かさんとする軍事拠点であります。